2008FIFAU-20 女子ワールドカップは2008年11月19日から12月7日にかけてチリで開催された第4回目の FIFAU-20 女子ワールドカップである。アメリカが優勝し、同国代表のシドニー・ルルーが最優秀選手賞と得点王の2冠に輝いた。2006年9月15日、FIFA はチリを開催国と正式発表。 同国における世界大会開催は1962年の FIFA フフワールドカップ1987年の FIFA フフワールドユース選手権に続いて3度目であり女子の世界大会開催は初となる2008年の FIFAU-17 フフ女子ワールドカップに立候補していたがニュージーランドが選ばれ落選が決まっていたチリの関係者たちは この発表を驚きを持って迎えた。ちなみにチリは、大陸内大会の開催については3度の経験がある。以下の4都市、スタジアムが選ばれた、グループ A、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ B、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、 チームにチーム1 v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  チームにグループ C、チーム1部位、チーム2、チーム1部位、チームにチーム1 v 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 チームにグループ D、チーム1 v チームにチーム1 v チームにチーム1 v チームに チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2準々決勝。チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2準決勝。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム23位決定戦。チーム 1V、チーム2決勝。チーム 1V、チーム2。ありがとうございます。